私を思いがけない方へ。リンダ。18歳未満の方はご利用になれません。私を思いがけない方へ。リンダ。18歳未満の方はご利用になれません。私を思いがけない方へ。リンダ。18歳未満の方はご利用になれません。よろしくお願いします。水原希子さんです。お願いします。お願いします。お願いします。これが近づいた状態。そうですね。じゃあこれくらいか。ありがとうございます。こういうことか。はい、はい、本番。わかりました。じゃあいきます。よーい、はい。こんな感じ。あ、全然全然、すごいすごい。オッケー、じゃあカットで。はい、カット。ごめん、ちょっと難しい。大丈夫ですか。確認いたします。大丈夫かな。はい。難しいな。オッケー。じゃあカットで。はい、カット。いきます。水原さんの選曲で。今日は難しいな。はい。お願いします。オッケー。あまりに日常すぎたから。そうだよね。めっちゃいいですね。はい。オッケーですか。そしたらこっちにこうやってちょっと見てるみたいな感じがすれば、はいはい、あ、それいいと思います。すごいかっこよさそうで楽しみです。はい、編集頑張ってください。はい、ありがとうございました。いや、もうびっくりしました。え、Tinder って思いました。でもすごい Tinder に馴染みもあるし、自分の周りの友達も使ってたりするので、あ、なんか楽しみだなと思いました。私の使い方としては、
自分が行ったことがない海外だったり友達がいない海外で、やっぱり、ね、地元の人のなんか教えてくれる場所とかが私は一番だと思ってるんですよ。なので、アプリを開いてで出会う人を設定できるんですね。で私は女の子に設定してでそれで、探してそしたら一人マッチした子がいたんですよ。で結構会話もしてで今東京から来てるんだよねみたいな、そうなんだみたいな、でも私結構遠くに住んでてでちょっとその時会えなかったんですけど、でもなんかまた戻ってきたらまた会おうねみたいな、すごいフランクな会話ができてとても素敵な人だったんですよ。結構やっぱり男女の出会いみたいな恋人を探す目的みたいなイメージ結構あると思うんですけど、私とかは割と本当友達を探したりとか本当にいろんな土地に行った時にその地元の人に教えてほしいからそういう出会いを求めて使ってるケースが多いです。もうなんか人生基本的に出会いの連続で本当に人との出会いがなければやっぱりなんだろうな、いろんなことは知れなかったと思うし今の自分はないと言っても過言ではないくらい人との出会いに本当に導かれたし引き出してもらった部分が多いので、なので本当に言い出したらキリがないですけど、でもやっぱ一個自分にとってすごく大きなターニングポイントになったのは、ノルウェーの森という映画に出た時が初めての自分の役者のお仕事で本当に、初めての映画だったんですけど、その時に、監督がトラン・アン・ユンさんっていう、ベトナム系フランス人の監督さんだったんですね。で彼との出会いは私にとってはすごく大きくて、ですごい面白いのが私その、オーディションを受ける1ヶ月前ぐらいに約1ヶ月ほどパリにモデルとしてそのちょっと留学をしてたんですよ。だからなんかつながったんですね。その自分がパリに行ってモデルとしてなんかもっと成長したいなと思って、いろいろエージェントとか回ってでフランスの文化を学んだりして、なるほどフランスでのモデルっていうのはこういう感じなんだなっていうのを知って、でそれで日本に帰ってきてベトナム系フランス人のフランスに住んでる監督さんに会ってでなんかいろんな話を共有できたんですよ。だからこうなんかつながっていくことってやっぱあると思うんですよね。だからこうやっぱ人によって導かれることっていうのはもう人生にとって欠かせないことなので、今本当にこれあげたのは本当にいい子なんですけど、ちょっともう数えきれないぐらいあります。まずそもそも自分がこうやってモデルになったことも人によって導かれたことだし、本当それの連鎖でしかないのでそれ以外考えられないですね。いろんな国に行っていろんな国の人と会うとやっぱり感覚変わります。特に自分がすごい若い時に韓国で友達がいっぱい増えたんですよ。で日本に住んでた韓国人の女の子とすごい仲良くなって、で音楽がすごい好きな子だったから音楽を通じて仲良くなったんです。だから言葉とかはあんまり話せなかったけど、でもその子と会話したいから自分も韓国語を勉強したりとかして、でその子と一緒に韓国行ったりとかして、でなんか韓国のその食文化だったりとかこうクラブカルチャーだったりとかファッションの文化だったりとか、なんだろうな、人としてのなんか韓国の人は結構こういうのが好きなんだよとか、こういうこと言うんだよ、韓国の女は強いんだよとか、なんかそういう話聞いたりしてやっぱりすごい影響を受けて、それはすごい大きかったと思います。だからそれが本当にもう二十歳ぐらいの時だったんですけど、それをきっかけにやっぱりすごい世界って本当になんかいろんな人がいていろんな文化があって、なんかもっともっと知りたいっていう欲が出てきて、そこから仕事で中華圏の国に行ったりとかする時もやっぱりそこの人現地の人との出会いでやっぱりいろんなことを知れるので、やっぱり海外に行くと本当になんか毎回自分の今までこう積み上げてきたなんだろうな概念みたいなものが崩されて、なんか人間って面白いなってなんか思わせられるっていうか、言葉が通じなくても好きなものが一緒だったりするとつながれるっていう感覚を知ったっていうのもあります。
なんかやっぱ今ジェンダーっていうのは本当にもうすごい、なんだろうな、もうすごいグラデーションですよね。なんかやっぱりもう本当にそれぞれが違うっていう考え方だと思うんですよね。クエスチョンの人もいると思うんですよ。自分は女の子のことを、興味あるし好きだと思うけど、でもそういう友達いないしちょっとわからないなっていう人とかが、まあ、勇気を持って例えば Tinder とかでそういうコミュニティの人と出会ったりとかして会話をするみたいなことでなんか発見することもあるだろうし、あとは全然なんだろうな、全く自分はそういう思考はないけどそういう人と出会って新しい世界を知るっていうこともあるだろうし、結局はやっぱり最終的には自分の世界観だったりとか自分のその思考だったりとかっていうのを拡張していくっていうことになるので、やっぱり自分が成長したり新しいことを知れるっていうなんか喜びにもつながると思うので、そういうものがなんかこうより当たり前になっていってほしいと思いますし、すごいいい試みだと思います。自分自身が今すごい環境問題とかにとても興味があって、自分も日々勉強してるんですけど、まあ、そういう友達は着々と増えてはいるんですけど、なんかもっとそういう友達ができたら自分自身も成長できるかなと思うし、なんかそういうこうコミュニティみたいなのに自分も参加できればいいなと思ってるので、なんかよりその環境にいいためにどういうことをするべきかみたいなことをポジティブに話し合えるような友達がもっと増えたらいいなと思ってます。まあ実際に会うっていうことはやっぱりなかなか難しくなってきているものの、やっぱり今回そのコロナが起きて、まあ、自粛期間中に私もたくさんインタビューとかを、まあ、Zoom というアプリを使ったりとかそのテレビ電話の形式でやらせていただいたんですけど、初めましての人ももちろんたくさんいて、で結構大事な映画のなんか意見交換のミーティングとかもやったんですけど、会わなくても全然伝わるし結局は会話だし、あとやっぱりなんだろうな、会ってないからそのまあなんだろうな、空気みたいなものはちょっと分かんないにせよ、やっぱ言葉で何かを伝えようとするので、なんかコミュニケーションはすごい弾むと思うし、やっぱり喋る目的でやっぱりやってるので、なんかそれは結構新しいなと思いました。なんか結構これも悪くないなと思ったし、なんかまあ、オンライン飲み会がすごい流行ったっていうのも聞きましたけど、すごいわかるなと思いました。楽しいですもん、やっぱりつながってる感じしますよね。距離があってもやっぱりつながってる感じするし、初めましての人ともすごい話が盛り上がったりして、結局なんか3時間ぐらい喋っちゃったみたいなこともあったりして、なのでなんかなんだろうな、だからまあ、出会いっていうのはもしかしたらこれからと形はちょっとずつ変わるかもしれないけど、やっぱりこうコミュニケーションを取ったりなんか、そういうこうまた今までとは違う交わり方だけど確実につながる感じっていうのはあるなと思いましたね。いやもう好きなこと全部やればいいと思います。本当に好きなこと全部やったらいいと思います。もう興味のちょっとでも1ミリでも興味があることがあればやったらいいと思うし、そういう人とつながったらいいと思うし、なんかやっぱり今簡単にそのソーシャルメディアとかがあるのでつながれるじゃないですか。なんかやっぱりその人とのつながりでやっぱり自分がどんどんこう拡張されていくっていうのっていうのは確実にあると思ってるので、ちょっとでも興味があるものはやっぱり伸ばしていったり広げていったりした方がいいと思うので、もうなんか会話してみたい人とかなんかもうなんだろうな、やってみたいこととかもういい悪いとかもう全部なんか抜きにしてもうやってみちゃうっていうことが本当にいいと思います。人生一回なのでもう悔いがないようにやっぱやって後悔の方がいいんじゃないかなと私は思うし、まあ、自分はそういう性格なんですけどっていうのは思いますね。